よっしゃ、ゲームやっていくぜ。どうも、ライスゲームズのライスでーす。よーし、前回言った通りにね、まあ、実はね、正直、ときめもね、ちょっとね、やめようかなと思ったんですけども、それじゃいかんなと。ファイアーエンブレムもね、バイオハザード2もね、途中で今やめてるんですけど、まあ、途中でやめてるっていうか、一応終わったのは終わったんですけど、一応途中でやめてるんですけど、やっぱりね、ゲームはね、この、まあ、作って、てくれた人がねいるからね、やっぱそれにね、やっぱ応えるためにやっていこうかなと。もう完全にやっぱ遊び尽くさないと、もうそのゲームにねちょっと失礼だなと思って、まあ他のゲームでもねやっぱそう言えるんですけども、やっぱねエンディングをね見たからには最後までやりたいなと思っておりますので、もうね実は宗月さんをやったんですよ。まあ、途中ぐらいから本気でね。で、まあ、みんな、いっぺんに攻略しちゃおうみたいなね。なんか、2年経った後も3年 ?3 年ぐらいから本気出して、水月さんをすごいね、攻略しようかなと思ってやってたんですけど、意外に途中からやるとね、もうみんな爆弾持ってね、もうやばいことになって、もうダメでした。ということでね、もう水月さんを、もう最初っから、もう1999年の4月5日、もう最初から最後まで水月さんと、もう一緒にね、楽しんじゃおうと思います。で、だいたいステータスをだいたい全部200ぐらいにすれば、まあ問題ないんですけど、もうね、クリア条件もしっかり見て、選択肢だけは自分でやろうかなと。で、イベントとかもね、しっかり、ちょっとやっていこうかなと。もう全部やろうかなと思って、もうちょっとね、もうね、必要はちょっとやる気ねえな、8月か、8月はちょっとやる気ねえなと思って、ずーっとなんか家でゴロゴロしてたら、こんなにね、経っちゃったから、もう8月の後半ですよ、もう。やばいっすよ。というところで、やっていこうかなと思っております。まず、1999年、12月5日、有効度がそこそこ発生すると、そこそこいいと発生する寒いのは嫌。まあ、まずはね、これをね、見ながら、運動会をやっていこうかなと思っております。まあ、セーブは抜きでやります。もう、ぶわーっと水月さんを編集しながらやっていこうと思いますので、そのつもりでやっていきます。では、やっていこう。では、まずは、多分これは前回も言ったのかな、どうか忘れたんですけど、宗月さんを、攻略するためには、文化系を200以上、芸術を150以上あれば十分と。で、エンディングが2パターンあって、ときめき度がね、あれ誰だっけ、光のねときめき度がマックスかどうかでエンディングが変わるので、まあ、セーブを一応ね、1991年の4月ぐらいにやって、それからね光をちょっと落としていこうかなと思っております。なので、この2年間はもうしっかりね水月さんをねやっていこうかなと思っております。じゃあとりあえず文化系を200な、そしてこれを200までやればいいんだな。 OK。 これだな、まず最初のイベントが このイベントだな。水月さんのイベントは全部見るような感じでね編集していこうかなと。だから結構ね編集がねめんどくさい感じあるんだけど、まあね頑張ろうかなと。もうとりあえず全部攻略していく、もうねそのつもりでいく。マジでねこのもうね休みの間ずっと寝てたぐらいの勢いだからね、マジで。あ、今回まあね名前をね魔王サダオにしてる。なんで魔王サダオにしてるかというとね、最近ね YouTube でねまあね、もう一回見直したらね、あ、いいなと思って。まあそのアニメとはまあ働く魔王様、あ、めっちゃいいっすわ、めっちゃいいね。まあラノベとかは全然見てないんだけど、アニメがすごく良くてね、まあそんなことはどうでもいい、とりあえずカットしていきます。珍しいこともある。お、いいね、茶道部に入りましたと。位置についてよーい、位置についてよーい、
今回は中央公園でデートでーす。早かったのね。やっぱ夏服はいいね。そうならよかった。行こうぜー。いやー相当ね断られるんだよな、電話したら。いいわ。でたまにもな、光にも電話するな。並木道ってこうしてある。あ、これどれだっけ。あ、これ初めてだな。季節ごとに姿を変えるからな。歩いては歩いても季節が同じだからかな。こんな殺伐な風景なのに、これは絶対ないな。一番上だな。はい。並木道は生きてるんだって。そんな。完璧だな。今日はとても。イエーイ。いやさ、11人のさ、同時公約とかしちゃったらさ、結構リセットが多かったりするんだよな。だからね、すげえ断られたりしたら、やべ、リセットしてーとか思ったりもするんだけど、もう6月だよ、6月。もう運動会終わっちゃったよ。運動会のあれだからな、100メートル走失格になっちゃったからな。最悪でしたわ。見てくれよ、このお断り度。こいつね、中央公園とか美容室、美容室じゃねえよ。美術館とかすごい好きなんだけど、断るんだよ。見てくれよ、これ。断るんだよね。何回断ってるんだよ。じゃあそろそろね、光に電話するのはやばいな。はい、来たよ。神社に。おい、なんかいつも通りの服装って感じがするな、水月さん。うぃ。日本的な感じがたまらなくいい。で、これね、神社も好きなんだよ。そう言ってもらえると俺も嬉しいな。みなずきさんってほんと和風が好きだよな。気に入ってる柄じゃないけど。これすごいな。下と真ん中、普段着の時と印象は変わらないよ。すごく似合ってるね。ありがとう。なんだか素直に嬉しい。おいやー、バッチリ印象。もちろん肩抜きですよ。これ前回やったかな、覚えてないな。肩抜きな、結構難しいんだよな、これな、意外にな。やるんだったら。いや、説明はやれねえや。これな、猫が難しかったんだよな。ということで、猫やるぜ。猫のね、最初はね、強でいいんだよ。よし、ここな。ここは強でいいんだよ。ほい。これを強くして。時間があるからな。これ2周すれば問題はない。あ、1周で大丈夫かな、これ。1周で大丈夫っぽいな。よし、ここで、折ると。はい、オッケー。で、ここも強でいい。ここも強でいいんだよな。力が減りすぎてんじゃねえか。で、ここで折る。はい、オッケー。で、次なんだよな。次、ここの部分を、あれだから、先こっち行こうか。ここの部分を強。多分折れないだろ、大丈夫。大丈夫だろ。オッケー。はいと。で、これで折る。はい。はっ、やっちまったよ。悪いが景品はやれんな。もうちょっと強くし、うわくっそー。マジか。うわ、金魚すくいとかにすればよかった。くっそー、マジか。超悔しいんだけど。マジで？あらあら、もう一人。お、優しいな。今日は少し疲れたわね。あれ。では、私は。あー、ちょっと印象がな。まあいいでしょう。まあいいでしょう。今日から合宿だ。おい、絶対来ると思った。部活の合宿ですね。おい、だって合宿だもん。気合が入るよ。燃えるぞ。部は心の平穏を目指すべき。確かにな。あら、みなずきさん、突然だけど行こうぜ。お、いいねー。おい、どうせ浴衣で来るんだろ。おい、ゆっくりね。ごめん、もっと早く来ればよかったのよ。来ればよかったよ。そういえば浴衣までちゃんと来てくれたんだ。まあね。一番下はひどいな。俺もこれ言ってみようかな、女の子に。今日はなんか太めに見えるよねって。ひどいなこれ。今日は特に美しいな。まあ、あ、上手ね。バッチリ。あ、そろそろ始まるみたいだよ。あ、そろそろな、光に電話しないとな。電話全くしないな。で、ここで花火があると。で、ここの花火は飛ばします。まあ、花火があるだけだからね。8月か。8月はな、遊園地行きたかったな。すっげえ断られまくったからな。
本当やわ。全くその通りだね。きめ細かさが最高だね。日本人じゃなくても花火は美しい。これはないな。そうでしょう。おお、この美しさは日本の中で理解できる。うえー。大げさに言いたくないけど。うえー、いいね。私は。バイバイ。よっしゃー。お、ノイズになった。ちょっとそろそろ光に電話しようかな。とりあえずデートに誘わんでもいいから。爆弾爆発するのはきついから。お、サダオくん。サダオくん俺か。どうしようかな。しょっぱせ。お、来たー。やったぜ。よし、これで、また半年後だな、デート行くのは。じゃ、とりあえず寝るか。ストレスが38ってやべえな。よっしゃー、文化祭来たぜ、文化祭。あら、適当にやんの？あれー、寂しい文化祭だったな。あれー、これ最高だったらいいんだけどな。てか、全然出てこない。全然。あれー、結構な、部活とかやってんだけど、部活結構やってるし、電話結構やってるのにな。やばいな。これ最初のイベント、いけないぞ。もう11月なんだよな。なんとかして、とことこちゃん振り向いてくれないとちょっと困るな。あら、もうね、ずーっと断られてるんだよな。もう一回見す。そうね。お、来たー。やっと来たー。やっと来たぞベイベー。やっと来たぞベイベー。よーしゃい、来たぞ美術館。これはね、まあ結構そう、まあそうでもね、断られにくいんだけどね。そうなの？結構断られたな。何回もね、9月、10月、全部断られたから。ね、あの絵何なの？ごちゃごちゃしてわかんないよね。一番上かな。これこそ芸術じゃないかな。うえ、まあこんなもんだろ、普通だな、三角だな。今日はなかなか。うえ。いやー、もう12月になるからな、そろそろな、やってほしいな、見てほしいな、俺を見てくれ、俺はここにいる。今回は中央公園に来てます。服装が変わんないってことはまだあれだな、好感度が上がってないな。噴水の方を散歩してみようよ。噴水ってそうだな、水を見ると人は落ち着くんだよ。水の流れる音がいいんじゃないかな。単に、みなずきさんの好みだよ。みなずきってなんかすぐ声が夢んな。水の流れる音がいいんじゃないかな。これかな？真ん中かな？いいことを言うわね。おえ、確かにさらさらに流れる水の音がいいし。いやいや、ばっちり印象当てる。これで好感度も上がったんじゃないか、さすがに。ていうかね、授業中、こいつ来ねえんだよ。なんか知らんけど。こいつの授業中って何なんだろう。どれが来やすいんか分かんねえんだよな。ストレスやべえねよ。あら、はい、とプレゼントをね。でですね、12月1日にイベントがあったのですが、なかったな。うわ、どうしようかな。もうやめようかな一回。ちょっとね、今回はね、ちょっと断られすぎたな。ちょっと一旦やめようかな。ちょっとね、12月1日ができなかったのでやめよう。一旦切ります。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで今後もよろしくお願いします。じゃあねー。